いやー、えぐいっすね。はっきり言うけど、すごいっすね、この選手は。本当に。こんだけ触れるっていうのはなかなかないと思うし、確実に2、3年後に一軍で出てくると思います。てな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ててください。よろしくお願いいたします。はい、今日はですね、ちょっと巨人の育成選手に、ちょっと逸材がね、また出てきたっていうところがあったんで、ちょっとね、それを皆さんに共有させていただきたいなっていうふうに思ってます。まあ今までですと、ティマ選手とか、まあ田村選手とかね、取り上げさせていただいてたんですけど、ちょっとね、えぐいなっていうところ。まあもともと僕知ってたんですけど、ちょっとね、その選手、大怪我をしたんです。昨年にね。だから、ちょっとね、取り上げてなかったんですよ、まだね。だから、今日ちょっと取り上げ、させていただこうかなっていうふうに思ってます。もしかしたらね、このチャンネルは、ジャイアンツファンの方、すごく熱心なファンの方が見られてると思うので、知ってるよっていうふうにね、おっしゃる方もいらっしゃると思うんですけど、ちょっと今日はね、まあ僕一応野球ジャイアンツでやってましたから、多少ね、わかりますんで、その選手がね、なんですごいのかっていうところと、どういったところが、長所なのかとかね、これからの課題は何なのかっていうところをね、お話していきたいなっていうふうに思ってます。じゃあね、お前ペラペラ喋ってるけども、お前はよ、選手の名前言わんかいというふうにね、なんかその、聞こえてきそうなんでね、ちょっとね、まず、名前だけね、言わさせてください。その選手とはですね、三塚瑠衣選手でございます。よいしょよいしょ、というところで、もう知ってるよと。お前そんなんも知らんかったんかいって、なんかちょっとね、動画見ながら言われてそうで、ちょっと怖いんですけど、まあね、改めて、まあ、怪我がね、完治して、今三軍戦で、出てらっしゃるんで、ちょっとね、そこを踏まえながらね、プロフィールなんかも確認しながら、ちょっと見ていきたいなっていうふうに思ってます。はい。まず、三塚選手をね、知らない方もいらっしゃるんで、ちょっとね、プロフィールを言わさせてください。まあ、東京都出身で、2004年5月10日生まれ。で、今20歳なんですよね。で、体、ですと、182センチ、91キロ。大きいですよね。うん。で、外野手で、左投げ、左打ちの選手になってます。はい。で、桐生第一という、まあね、すごく有名な高校から入ってきまして、2022年ドラフト6位、育成のドラフト6位で、背番号が031の選手でございます。今2年目になりますね。はい。で、先ほど僕言ったように、去年の6月の末ですかね、に、左膝後十字靭帯損傷というね、非常に大きな怪我をしてしまったわけですよ。で、まあ立岡さんとかもね、膝を、立岡さんは前十字靭帯かなっていうところをやりましたけども、非常にね、やっぱりね、そういったアキレス腱とか、膝の前十字靭帯とか、まあピッチャーで言ったらトミー・ジョンとか、っていうのはですね、やっぱりね、治ったのはいいものの、やはり天候とか、ちょっと低気圧で、雨で、みたいな感じになってくると、そのズキズキ、なんていうの、痛みが出てくるみたいなことを、よくね、そういう手術の経験した選手が言ってたんでね、僕はちょっと、そういう大怪我をしたことがないんで、ちょっとわからないんですけども、でも、トミー・ジョンした選手であったりとか、前十字やった選手とか、まあ、アキレス腱ね、ちょっと切った選手とか、まあ、いろいろな選手いましたけど、その選手たちがね、やっぱりこう、治ってるんだけども、やっぱりこう、雨とか、そういった梅雨時とかになると、ちょっと痛みが出てくるというか、ちょっとこう、なんて言うんだろう、不快な感じというか、ちょっと違和感みたいなものを抱えて、るっていう風にはね、言ってたんで、三塚選手も、まあその、復帰したんでね、完治は絶対してると思うんですけども、やはり、今ね、ちょっと雨が降ったりとかよく多いと思うんですけど、そういった時期で、やはり多少ね、そういう、なんていうんだ、違和感みたいなものも、もしかしたら今もあるんじゃないかなっていうふうに僕は思います。はい。でですね、
まあ7月、昨年の7月に手術して、まあリハビリをすごくこう頑張って、今ね、まあゲルシーチャンネルね、皆さんも見てらっしゃる方も多いと思うんですけど、ジャイアンツのね、ファームの選手をよく取り上げてらっしゃるチャンネルなんですけど、そこのチャンネルとかを見てるとね、まあその三軍戦に出たりとかっていうところが上がってたんで、今日ね、撮ろうと思ったんですよね、この動画をね。はい。で、まあ三塚選手、何がすごいのってとこなんですけど、まあやっぱりセールスポイントというかストロングポイントはバッティングなんですよね。で、そのバッティングの中でもいろいろタイプいるんですよ。例えばミートが上手いバッターとか、パワーがあるバッターとか、いろんなね種類のバッター、いるんですけど、この三塚選手に限って言えばですね、パワーですね。うん、スイングの強さっていうところだと思います。もともとね動画、見てましたし、入ってきた時の合同自主トレとかのスイングを見てもすごいなと。なんか SNS でちょっとバズったりとかしてたんで、そういったところで、まあ、多くの人がね、三塚選手のことを知ってると思うんですけども、やはり、ここ最近の三塚選手の動画も見させてもらいましたけども、非常にね、まず、1年間大体ね、1年弱ぐらい、リハビリ期間があったというところで、めちゃくちゃ体でかくなってます。めちゃくちゃ体でかくなってます。はい。先ほど言ったように、182センチで91キロっていうところ、言いましたけども、これって、入ってきた時の体なんですよ。だいたい、プロフィールの、まあ、身長はあんまり変わらないと思うんですけど、体重とかって、入ってきた時の、体重のままであんまり変わってないことが多いんですよ。で、おそらくですけども、三塚選手もこれ、初め91キロって言ってますけど、間違いなく91キロ以上あると思います。うん。95キロぐらいあるんちゃうかなっていうふうに思います。で、特に上半身っていうところがね、めちゃくちゃでかくなってるんで、僕、動画見比べたんですよ。入団時の時と、今の動画見たんですけど、もう全然体が違ったんで、もう多分相当やったやろうなって。うん。左膝っていうところなんで、まあ下半身なんで、なかなか下半身のウエイトっていうのは、まあ最後の方はね、やってたと思うんですけど、初めの方追い込めなかったと思うんで、上半身をね、すごくやってるなっていう感じがしますと。で、肝心の打撃の技術のところなんですけど、まず、三塚選手が一番いいところって、触れるところなんですよね。うん。スイングを強くできるところ。で、そんなこと簡単にできるじゃないかっていうふうに思われる方いっぱいいると思うんですけど、結局、やっぱりバッターって、ヒットを打ちたいとか、やっぱりバットに当てたいという気持ちがあるんで、多少スイングって、フルスイング、なかなかできないんですよ。うん。フルスイングするの、試合の中でフルスイングすることも技術なんですよね。うん。すごく、勇気を持って振りに行かないと、やっぱりそれできないんですよね。うん。で、三塚選手のいろんな動画見ましたけども、やっぱり、ツーストライク追い込まれるぐらいまではね、めちゃくちゃきっちり振ってるんで、そういったところは非常に評価できるんじゃないかなっていうふうに僕思います。で、じゃあなんで強くスイングできるのがいいのかっていうと、やはりその強いスイングだと、芯を外してもね、ヒットゾーンに飛んでったりとか、打球が速くなったりとか、いろんなメリットがあるんで、まあそれを絶対強く振れた方がいいんですよ。で、じゃあ強く振れてても、バットに当たらんかったら意味ないやんっていう風な議論もあると思います。確かにおっしゃる通りなんですよ。おっしゃる通りなんだけど、でもまだね、三塚選手の場合は2年目でまだ20歳なんですよ。だから、これからね、どんどんね、そういう、なんて言うんだろう、合わせるバッティングというか、大きいものをちっちゃいくはできるんですよ。うん。大きいスイングというか、強いスイングから、シャープなスイングっていうのはできるんだけど、シャープなスイングをずっと続けてて、大きなスイング、強いスイングって、なかなかできないんですよ。うん。よくあるじゃないですか、ピッチャーとかでも、入ってきた時に、150キロ投げますって言われたピッチャーが、例えば2、3年したら、例えば145ぐらいしか出えへんなみたいな時ってあるじゃないですか。あれって、コントロールを意識するがあまり、出力を出せなくなってくるんですよね。それが、もともとキャパシティがこれぐらいあったとして、145でこれぐらいで投げてたとしたら、ここが上限になってしまうみたいなことって、マジであるんですよ。で、バッターも一緒で、やはりある程度やっぱり試合の中で、スイングを、強いスイングをかけていかないと、どんどん試合の中で触れなくなってくるんですよね。ましてやサインとか、いろんなしがらみがある中、やっぱりこう、なんていうの、自分の強いスイングっていうのができなくなってくるんですよね。で、だからこの三塚選手ね、今こう、鋭いスイング、強いスイングをやってますけども、これは継続して僕は続けていってほしいっていうふうに僕思うんですよね。
で、バッターのタイプにもいろいろあります。例えば僕みたいな、あまり力のないね、バッターだったら、例えばね、右打ちを練習したりとか、例えば送りバントというかバントを練習したりとか、バスターエンドラン、まあいろんなところありますけども、まあそういった小技を、絶対こう出された時、サインを出された時は成功させようっていう思いで、練習したりするんですよね。でもこの三塚選手っていうのはどちらかというと、やっぱり打ってほしいバッターというか、やっぱり中軸を打ってほしいバッターだと思うので、まあそこのね、練習ももちろん必要だと思うんですけども、やはりそのね、先ほど言った強いスイングであったりとか、逆方向にもホームランを打てたりとか、うん。まあ、ツーストライク、後には、しっかりアプローチを変えながらも、それでもね、甘く入ってきたボールに対しては、ツーベースであったりとか、ホームランをね、打てるような、ところっていうのを僕は目指していってほしいなっていうふうに思います。で、三塚選手の打ち方のところちょっと見ていきたいんですけど、いいところって、非常にトップが深いところなんですよね。トップが深いというのは、こう、ここの部分ですね。いざ打ちに行くよっていう時の、この腕の張りですね。ここの張り。三塚選手言ったら左バッターなんで、右腕の張りなんですけど、ここがめちゃくちゃ腫れてるんですよね。うん。で、それが何がいいかっていうと、やはり三塚選手のように、遠くに飛ばしたいバッターとか、強く打ちたいバッターだとなおさらなんですけど、やっぱり遠くにバットがあると、その分加速させられるというか、バットを大きく使うことができる、遠心力を使うことができるんで、よりボールって飛びやすくなるんですよ。極端に言ったら、こんなとこからバット出してでも、あんまり飛まないじゃないですか。だから、ある程度深いところからバットを加速させて、ボールにこうぶつけていくっていう打ち方なんで、非常に、まあそういった意味で長距離を打てるような、バッティングなんじゃないかなっていうふうに思います。ただ、このトップの深さっていうところは、長所もあったら短所もありましてですね、こんだけ腕を引くってことは、それだけ戻してくるまでに時間がかかるっていうことですし、その分タイミングは早く取っていかないといけない。で、こんだけ腕をこう引っ張ってるんで、例えば近めのボールに対しては、すごく、早めにこう、畳んでいかないといけないっていうところがあるんで、そういったところは三塚選手今こう三軍戦でね、出られていることが多いんで、まあこれからだとは思うんですけども、例えば速球の速いボールであったりとか、近い高いところ、うん、特にホームランバッターとかに対して、まあ皆さん試合見られてる時もですね、インハイに構えたりとか、するじゃないですか。あれって結局そこが一番打ちにくかったりとか、近くて速いボール、うん、近くて、高くて速いボールってやっぱバッターってこうなんていうの、差し込まれやすいんで、そういったところで特に三塚選手はね、こうトップが奥に入るというか、深く入るんで、その分、そのインサイドの捌きっていうのは、これからね、課題になってくるんじゃないかなっていうふうに思います。ただ、総じて言えば、非常にね、パワフルなバッターですし、左投げ、左打ちっていうところで、まあ、ポジションもね、結構限られてくるところはあるんですけども、まあ、動画なんかを見てると、まあ、外野手であったりとか、まあ、ファーストの練習もしたりとかしてるんで、そういったところで、非常にね、まあ、その、ファースト守りだりしたら、非常に大きいと思いますし、まあ、外野の動きであったりとか、ファーストのハンドリング、グラブの使い方なんかを見ても、非常に柔らかいものを持ってますから、そういったところで、なんかその打撃専門というか、ああ、この選手、打撃はいいんだけど、守れるところがないから、ちょっと、パリーグとか行った方がいいんじゃないかっていう風な感じの選手では、僕はないかなっていう風に思います。で、僕自身、まあ、育成選手だったんで、まあ大体選手見たら、まあこの選手は試合下でやれるかとかっていうのはなんとなくわかるんですけど、やはり、一元に秀でてる選手が、育成から試合下に上がりやすいんですよね。で、この三塚選手もね、もちろんパワーっていうところでそうだし、前、取り上げさせてもらった田中選手ですかね、田村選手か。はい、球が速いね、選手、っていう、このストロングポイントありますよね。で、ティマ選手とかもね、非常にパワーがあるっていうところで、まあそういった、その一元に秀でてるというか、まあ育成選手なんで、やはり、全体的な総合力で見ると、やっぱり劣ってしまうんですよね。試合下の選手とは。うん。だけども、やはり例えば、増田大輝選手とか、足のスペシャリストじゃないですか。とか、まあ、聖夜さんとかだったら、バットコントロールであったりとか。うん。いろいろね、今までこう、育成から試合下に上がった選手いましたけども、どの選手もですね、この選手ってどういう選手って聞かれたときに、絶対、パッと答えられる、ポジションというか、長所があるんですよね。で、そういったところで、やはり長所が強ければ強いほど、いいと思いますし、
それ以外が全くダメだったら絶対使えないじゃないって思う人いらっしゃると思うんですけど、やっぱりね、プロでね、やっぱ毎日練習してるし、で、ある程度苦手な部分も、ある程度その、標準点というか、平均ぐらいまでは持っていくことできるんですよ。だけど、やはり長所っていうところは、その人の個性でもあると思うので、どんどんね、もっとそれを伸ばしてっていうところをやっていくと、最低限の、ところは確保しながら、自分の長所を伸ばすっていうことができるんで、その選手の使い道であったりとか、一軍でどういうふうに使っていきたいんだろうとか、使っていくんだろうっていうところが、やはりね、明確になってったりすると思うので、そういった意味で、この三塚選手っていうところは、間違いなくバッティングだと思いますし、その中でもパワーっていうところだと思いますんで、まあ岡本選手がね、メジャーに行く行かないとか、まあいろいろね、まあ話というか、議論みたいなところはありますけども、まあここね、2、3年後ぐらいに、まあ一軍で、中軸打ってくれたら非常に嬉しいなっていうふうに思いますし、それぐらいのね、スイングスピードもそうですし、パワーというところもね、非常に面白いもん持ってるんじゃないかなっていうふうに思ったんで、今日動画にさせていただきました。はい、そんな感じで今日は三塚選手について、お話ししていきましたけども、やはりね、僕自身育成選手だったってこともあって、非常にやっぱり皆さん頑張ってもらいたいんですよね。で、僕がもしかしたら見切れてないというかね、そういった選手もたくさんいると思うので、ぜひね、このチャンネルはですね、巨人ファンの方がたくさん見てると思うので、ぜひね、僕が知らないような選手であったりとか、例えば、北村選手いいですよとか、いろいろいるじゃないですか。うん、そういったところを教えてもらいたいなというふうに思いますし、ぜひね、コメント欄で、この動画の感想なんかもよろしくお願いします。はい、そんな感じで今日は終わっていきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日はお疲れ様です。じゃあね、バイバイ。